何してんの？え？お土産紹介コーナーじゃないの？あ、じゃあそれで。はい、ある。僕らの兄貴の相葉さんからトラビスのスニーカーをもらいました。いいの？いいの？今どれぐらい？20万ぐらいするんじゃないかな。マジ？で片方だけだからもらったの。10万ぐらい。俺売らない。大事なもの。もらったものちゃんと履こうから。大きくなったらな。あ、紹介終わりっすね。もうお土産の紹介コーナー終わりっす。なんか顔が死にそうになってて心配だ。あ、でもこれ、あの、顔はこうですけど、気持ちは元気なんですよ。伝わらないですね、みんな。伝わんないな。すごく、あの、すごく、晴れ。晴れ？晴れ。沖縄の、ぐらい。あの、町田商店、ラーメン食ったら一緒に。ああ、行ったね。そう、藤田さん、3人で、まあ、飯食った後、みんな飯食った後、ラーメン食いに行った。その家でも立てなくなって、でも胃腸がもうなんかずっと動けない、ずっと寝てた。なんでそんなんなるの？エネルギー足りてんの？食べ過ぎだよ。そのまま寝てた。けどさ、よくなくね、あんま体に。ね。よくね、健康被害が彼と同じです。三食ね。彼と同じです。俺。やっぱ絶好調のさ、食ってあるんだなと思って。1日 1.5 食ぐらいがなんかいいのかな。でも今日も頑張ってる。頑張ってる。え、お前毎日達成してんの？カロリー。あ、だから、うん、一昨日は達成できなかった。1日店長してて、うん、食いにも食えなくて、うんうん、そう言い訳はてかもうメインもサブも関わらずさ、カメラ回したらもうずっとこの話だよね。達成してんの？ちょっとメインですんのやめようって。ちょっと剥がれよう。ということで絶好調でございます。本当に絶好調です。もう声ガラガラだもんね。ですけど絶好調なりて。絶好調ない。先週結構ちょっといろいろバタバタしたせいで、うん、ちょっと止まっちゃったよね、原料の。あ、止まったんだ。食いすぎた選手。なんか天ぷらとか食ってたよ。天ぷら食っちゃった。いや、仕方ないね。ちょっと楽しめなかったよね、その天ぷらを。待ちに待った天ぷらだったんだけどさ、なんか2人分食わないといけないみたいな、うん、そうするともうあとすき焼き。あ、いいじゃん。めっちゃいいよ、天ぷらすき焼き。もうそれももう、もうデフォで2人分食えた。じゃあそんな絶好調になりたい皆さんに、はい、デデン、おお、あ、チルアウトです。あ、チルアウトさんじゃないですか。チルアウトです。僕たちが天下のリラクゼーションドリンク。そうなんじゃないですか。無理くり持ってきたよね、今。無理くり、はい、巷で大流行の、うん、そう今すごいんだからね。ゼロカロリーです。俺飲める。ゼロカロリー。俺飲める。カロリーゼロじゃん。うわ、くそ。くそー。結局それでいく。そっち飲まなきゃ。白い方。ただリラックスするだけ。ストレス社会に中でクリエイティブのライフスタイルを。これクリエイティブだね。あ、ゼロだけど。クリエイティブだね。1点差あるんだ。まあ、1点差は今日余裕だよ。チェラーズ。俺もさ、結構いろいろ詳しくなったの、筋トレし始めて。たださ、ゼロカロリーなのに炭水化物 1.3 っていうのが分かんないんだよね。どういう理屈か。ゼロカロリーと見なせるんよね。100カロリーが。見なせる。200カロ表示していい。グラム以下。あ、そうなんだ。あ、カロリー以下。あ、そうか。100カロリー以下だったら見なせるんだ。へ、うん、えー。あ、じゃあそういうことね。炭水化物は見なせないんだ。一応炭水化物とかは事実を書かなきゃいけないけど、うん、カロリーとしては見なせるみたいな感じだった気がする。うん、ゼロカロリー面と。そういう無駄な知識あるよな。うん。いや。無駄じゃないです。あと実行する。なんかうんちく語って気持ちよくなるためだけに知識入れてんだ、お前。違う違う。俺らおとなしくへーって言わねえよ。俺最近事務所来たガベ飲みしてる。チルアウト。ああ、ガベ飲みしてる。なんでそんなチルアウトがあるんですかね、事務所にいっぱい。実はジラスさん、スポンサーついてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構初じゃないですか。うん、初だね。よくわかんないな、スポンサー作って。ね、スポンサーってよくわかんないけど。なんか格闘家でさ、うん、ここにチラって入ってるみたいな感じが俺ら。すげえ。そう。でもやっぱ、俺らにつかずしてどこにつくって感じじゃない、うん、まあ、チラウトはそう。チラウトってもう、俺らがやってると思われてたぐらいさ。そう。名前が俺らにマッチしてる。そう。ね、チルアウトの社長さんとちょいちょい飯にね行ってたんよね、俺が。で、最近金欠ですと、会社が。ストレートに言ったの。ザックバレンストレートに言ったよ。金欠なんで、
スポンサーついてくださいって今お返しするんでってそしたらあの頑張って社内で通してみますみたいな、うん、もうチルアウトもちょっと大きくなってて、うん、昔は社長の権限で OK で決めれたんだけど、うん、もう人数多くなっててちゃんと社長とはいえちゃんとメンバーたちに説明しないと通せないみたいな、うん、なるほど。でもそれを一生懸命資料作ってくれて社長ありがとうございます。本当ありがとうございます。クソいい人マジで。ああ俺も会ったことある。一回会ったことある。あそうだサウナで東京タワーで、うん、なんかもうにじみ出てた、うん、そういい人みたいな。良かった。チルアートの名前持っててさ嫌な人だったらさそうそうチル人どう考えてもいい人だった、うんうん、会った時からもう裸の付き合いだからさ確かにサウナで会ったからねそうそうそう。早くうなぎ食いてえな、うん、あれタカはうなぎ食ってもいいんだ。ダメだよ。ダメなんか言い方甘えっぽいけど心配で甘えダメだね。ダメだよ。俺マジでさ毎日さあの甘えてるから出ちゃってる。いやそれ違うな。違う今間違えただけ。そんな甘えてない俺毎日。そんな甘えてない。甘えてない。あそう、うん、俺という人格では甘えてない。あ、言いづらかったという人格じゃん。いやいやいや、怖い怖い。わかるよ。人格違うよね。人格違う、うん、だって、富士じゃないよね、甘えてるとき。まあ、コチュンだ。コチュンだよね。うん、人格変えんだよ。このまま甘えたらキモいじゃんね。ねえ、そうだよね。よしよし、したや。うん、いや別に普段通りじゃないよそれそれもそっか、うん、でもあのお前がたまに電話してるのとか聞いて、うん、まあその甘えてんなとか、あこれは男だなこれは女だなっていうのが分かるけど、怖い色でどうだろうね。めちゃめちゃ分かりやすい。分かるよ、分かる、分かるよ。後輩、彼女、うん、どうでもいい女わかるよね。わかるわかる。トモキ、トモキ、あ、トモキだ。親、なんかわかりやすい、うん、あーわかるね。お前やん、お前のあの大丈夫似てるかもしれない。大丈夫これあー、うん、大丈夫極力、やっぱ電話だから抑えてるけど、うん、これがどんどんあの強くなってくんだなっていうのが分かってくる。まあそうだね、あの延長線上にあるまあどこまでか知りたいよね。でもあー確かに、どこまでやっちゃったあーそうなんだよね。俺の最高到達線と竹の最高到達線どっちがキモいのかあー確かに知りたいけどさ、うん、知りたくないわ、うん、だから知らせたくないわ。そう、見られたくないし、見られたくないわ。結構セレかもね。でも今さ、まだ出るか出ないかわかんないけど、一応富士と彼女のデート動画ストックっていうのがあるんだよ。 あるね。ある。まああるけど、うん、あれは出さない。え、いや、どうしよう。まあ、このコメントでさ、ちょっと、うん、そう、コメントでうぅぅ眺めの気分すんのまだ俺らも見てないから、ね、うん、そう、見たいよ。見ね、見たい、見たい。あ、それ見る、見る分よくね、もう確かに、うん、佐々木はもう見たよ。あ、見た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 。え、ちょ、感想、ちょっと、ちょっと、軽いネタバレじゃないぐらいの。いや、なんかね、なんか遊園地みたいな、なんだろう、なんだろう、メルヘンな気持ちになった。メルヘン動画だ。確か。二人の世界観がある。え、どういう感想言うの？そう、具体的なセリフとか何一つ覚えてないんだけど、うん、とりあえずなんこれは何を見せられてんだろうなって。見てられたってカットしよう。いやちょっときつい。うん、あれはボツみたいな。じゃあ比べてみよう。ちょっと泣くと。いやなんで。それを言ったのにさ理由があるじゃん。まあまあ理由はある。俺その理由ない。理由ない。理由ない。まあまあまあ比べたいっていう理由はある。求められてないまだ。バブを。まあまあまあそうだ、コメント欄、まあコメント欄、そうそう、いや人に見せるもんじゃない、うん、まあ、チルアウトから指示が来るかもしれない、あの動画出してくださいスポンサーさんチルアウトさんから来たらまあさすがにめっちゃけだってさもうチルアウトってクソ有名じゃん。うんうん、だからなんか、まあ、俺らちゃんと頑張んないとね、うん、効果をこれしできない。だから概要欄に全部貼るよ、こっからメインも、うん、あそうなんだ、メインもサブも、うん、しっかりついていただきますよ。うわ、うん、嬉しいな。なんかバック、俺らのバックにチルアウト行くから
ダメじゃねえぞ、バカバカ。俺いつかブレイキングダウンまた出たらシルアーツさんにスポンサーしてもらおう。そうじゃん。チラッチラッチラッ確かに追加でもらおうとしてんな無償無償そこあそこは無償無償無償、うん、ただここあげますよ、うん、ここいつもお世話になってますあえだってさ前さタグゼロって、うん、あのねアンドチューだけであの時知らなかったよジャマ系さタトゥーほらねチラッあそういう企画あるいいあるじゃないスポンサー様うわなんかケイスケちょっと有利だあ俺ちょっと有利だな、うん、ちょっと有利だねもう汚れもん一旦じゃんけんだけする一旦誰になるか分かる俺おじいちゃん NG だからいや入れるか入れないかちょっと一回置いといてとかもうなんかあもういやマジックで毎回変えたらいいかもチルアウトって一回入れることになったら誰が入れるかちょっと決めとこう、うん、そうそうそう、はい、一旦ね、うん、初スポンサー様だからやっぱ熱意でそう解散勝てばいい勝てば確かに勝てばいい勝ったらさ、入れろっていうスポンサー切られそうになったら、うん、タトゥー入れたんですよタトゥー入れちゃったんですよねなんか罰ゲームっていうの良くないそうだね、罰ゲーム勝ちじゃね勝ちか勝ち、勝ち、うん、喜んで入れさせていただきます、うん、そうだね最初はグッジャンケンポイはい、はい、これでしょおおおおいいねいいねいいねおめでとうおめでとうおめでとうこれ結構おすすめのタトゥーショップ、うん、石垣島にあるんだけどさ、うん、ああそうなんだうんいつにする、ね、あのおじいちゃんから LINE 来てるから実際にほうたくんタトゥーだけはやめてねタトゥーなタトゥーそのタトゥーのことじゃないいや違う違う違うタトゥーじゃないタトゥーだからあそこに冷蔵庫もあるあ、冷蔵庫見るうんがっつりとなんか誰か飲んでる冷蔵庫冷蔵庫もらったそうここにめちゃめちゃ入ってるこれなんだろう睡眠の質を向上いいよこれいい俺飲んでるそれこれスリープショットってやつですね、うん、飲んでる飲んでるその飲みよ睡眠が、うん、あ、出たそれスリープショットスリープショット、うん、あ、すごい死んだけど飲みたいこれ何これ睡眠が あ、そうなんだ寝た寝た寝たそんな速攻性あるの結構いいな飛躍だぞやめとけお前スポンサーの飲みの方がねスポンサーの飲みよということでみんな買ってくださいお願いしますなんか何本セットとかで売ってるらしいんだよね EC はあそうなんだ、うんまあ、コンビニで買ってくれてもいいんだけどまあセブンとか置いてあるから、うん、それ買ってくれてもいいんだけどなんか俺の成果になるその URL から言ってもらえるか、ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。